マット体操です。横になれるスペースで行いましょう。マット体操を行いましょう。マットの上に足を伸ばして座り、背筋を伸ばしてこのように構えます。まずはお尻で歩く運動からです。はい、1、2、3、お尻を持ち上げながらその場で歩きます。さあ次は手を船を漕ぐより前に持っていきます。このように3回ぎゅっと持っていったら、手を後ろに膝を曲げて、はい、足をこのように横に倒して腰をねじります。反対側も、はい、膝と膝を離さないようにすると効果的です。4、5、6、さあ戻してください。さあ次は足を伸ばして横に寝てください。さあ手を横に、この状態から手を横から大きく動かして、頭の上に持っていって背伸びをします。ぎゅーっ、はい、ゆっくりと手を戻して、そのまま左足を抱えるようにしましょう。手前にぎゅーっと抱えてください。はい、ゆっくりと戻して逆の足を引きつけます。ぎゅーっと足を抱えて、はい、戻してください。次は手を横に開いて膝を立てるようにします。はい、この状態で先ほどと同じように膝を横に倒していきます。戻してください。この状態で背中の背骨周りをほぐす運動になります。戻します。はい、またゆっくりと起き上がっていただいて、今度は膝、手をついてこのような姿勢になります。床を押して背中を丸めて頭を中に入れるようにして腹筋の運動です。次は顔を前に背中を反らして背筋の運動。また同じよく、お腹に力を入れて、背中に力を入れて、元に戻して、足を後ろに引いてお尻に力を入れる運動です。元に戻してください。逆の足を伸ばして、はい、戻してください。はい、力入れてお尻を叩いて、はい、そしたら最後座った姿勢でおしまいです。